皆様、もうこんばんはかな。こんばんは。2月の19日月曜日16時27分になります。もうなんかさっき金曜日って言ってちょっとさっきまで頭がしっかりしてたんだけど、化粧し終わったら力がなんか眠さがごめんなさい、眠気が、気合を入れます。どう、この動画は、動画はじゃない、この話は、あの動画を撮ろうってあんまり思っていませんでした。まだその時もあの怒りがあったし、とてもじゃないけど撮れるような私の精神の低さとか勉強っていうか情報もあんまりいろんなとこから撮ってなかったので、で撮ってなかったので話せるかわからなかったから、それもあって動画は撮ってませんでした。今日病院の帰りにバスの中でなんかすごく頭に自分の思いが浮かんできて、言葉がどんどん出てきて、伝えたい言葉が、もう帰ったら動画を撮ろうって強く思いました。うまく話せるかはわからないんですけど、この前と一緒で気持ちは固まったので、コンディションもすごくいいので、ちょっと眠気は来たんですけど、さっきコンディションはいいと思います。遅くなったんですけど、動画を撮るのが遅くなったんですけど、平岡さんは許してくれると思います。平岡さんの魂が私の魂に話しかけてくれたような気がします。バスの中で今年の1月27日の演説、参政党の演説で神谷さんは、お亡くなりに、平岡さんのことをお亡くなりになりましたと言いました。お亡くなりじゃなくて自殺しましたとなぜ言わなかったのですか。そしてなぜちゃんと謝ってくれなかったのですか。神谷さんは前から演説で謝ったりしてくれてたと思うんですよ。僕が悪かったですって、記憶では、私のちょっとあんまり記憶があんまりって言ったらいけないんだけど、謝罪、ごめんなさい、あそこで謝るのが本当だったと思いますし、あそこで謝ったら全然参政党はまだ辞めていく人がそんなに増えなかったんじゃないかと思います。そして私も怒りが来なかったと思います。あんなに私なんか嫌われましたから、嫌われたっていうか怖いって言われたんですよ。まあ悪い言葉を使ったので、私はあの演説の時のかっちゃんのライブ配信で悪い言葉を使ったので、怖いって私も言われたんですよ。
まあ神谷さんのせいにはしませんけど、自分が悪いんですけど、話したいことはいっぱいあるんだけど、なんかもう次から、あ、話し方が下手なのでごめんなさい。党の運営の話をされましたよね、神谷さんね。党の運営の話、結局他の政党と同じだし、国政政党になったから政治のやり方とか、なんか運営もうそっちの方に切り替えたというか、わかんないけど、もう皆さんが本当言ってたように DIY じゃなくなったってことですよね。他のせウエピーも言われてるけど、本当に他の政党とこれでは同じですよね。中にいたわけでもないし、活動していたわけでもないし、私は、いろんな情報を集めたわけでもないけど、平岡さんが亡くなった、自殺したわけは、だいたい三毛猫チャンネルさん、藤村さんとか、かっちゃんとか、おそばさんとかのチャンネルで、どんなことがあったのか、平岡さんがどんな辛い悲しい思いをしたのかが、それだけが分かれば十分です。あなたはかつ参政党の本部にもいなかったのにって、見たことないのにって思うかもしれないけど、言われる方がいるかもしれません。でもそんなことを言うっていうのがおかしいと思います。平岡さんが自殺するぐらい辛くて悲しい思いをして、あんなに最初は DIY みんなでやっていくっていう、日本のために力を、だからこそ力を出してやってたのだと思います。興奮したからごめんなさい、ちょっと飛んだかもしれない、ちょっとクールダウンで。余談ですけど、私が学生の頃、私のおじさんが首吊り自殺をし、あ、まあ言ったらいけないのかな、まあ、自殺言葉を、 YouTube が首吊り丸々をしました。今頃遅いかな、もうもう遅いですよね。兄弟の弟の借金の保証人になってて、100万でした。返せなかったんでしょうね。自殺しました。借金取りがすごくて、それが原因です。ヤクザですね。チンピラ。チンピラか分かんないけど、本当のヤクザか。ノートに何冊も言葉いろいろ書いてありました。おにぎりが食べたい、ビールが飲みたい、なんかいろいろいっぱい書いてありました。私が高校生の時かな、養護学校にいたので、中学生だったかもしれないですけど、わかりません、忘れました。怖い思い、辛い思い、逃げて、誰にも相談できなくて、苦しかったと思います。あれだけ参政党は自殺の話をする
街頭演説でもしてたのに、まさか平岡さんのその問題このまま終わらせるつもりではないと思います。信じています。街頭演説であれだけ日本の一番の子供たちの自殺を問題を言われてた神谷さん、このままで平岡さんの問題を終わらせないでください。ヤクザみたいなことをしないでください。もうこれ以上党員のこれ以上犠牲者を出さないでください。参政党で心を持って一生懸命やられてる方もいるので、私は参政党がぶっ壊れたらいいとか思いません。参政党が最初の時の温かな温かなあみんなの集まり、国民の集まりの政党だったら政党になることをなることか、神谷さんがいなくなること、どっちかを願います。神谷さんはもう変わらないと思います。私は平岡さんのご家族の方、お体を大切になさってください。遅くなってごめんなさい。平岡さんはこのままだと成仏されません。平岡さんの魂がこの世をさまよっています。平岡さんを素晴らしい天国に行かせてあげたいです。安らかに眠れるようにみんなで今離党された方みんなで頑張っているので、それでは失礼します。